HD137388 は地球から風潮座の方向に約130光年離れた位置にある旧等級の構成である。太陽の9割弱ほどの質量と半径を持ち、表面温度は太陽より低いため K 型主系列性もしくは K 型、準拠性に分類される。2011年にドップラー分光法による観測で、 HD137388 を、公転する、太陽系外惑星 HD137388B が発見された。HD137388B はやや、潰れた、大円軌道を1年弱の公転周期で公転しており、加減質量は土星よりやや小さい。2019年、世界中のすべての国、 または地域に一つの境外惑星系を命名する機会を提供する i a u 百ネームエクセワールズプロジェクトにおいて h d 十三万七千三百八十八系はニュージーランドに割り当てられる惑星系となったこのプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでニュージーランド国内での先行国際天文学連合への提案を経て 太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。二千十九年十二月十七日、IAU から最終結果が公表され、h d 十三万七千三百八十八はからか、h d 十三万七千三百八十八 b は、ケレルーと命名された。これらはニュージーランドの固有種で、共生関係にある動植物のマオリ語での呼び名に由来しており、 カラカは明るいオレンジ色の果肉を持つ果実を実らせるコリノカルプスカの常緑樹にケレルーはニュージーランドバトにそれぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。